久しぶりに白身さん以外です。はい、嬉しいな。まあしょっちゅう喋ってますけど、ね、そうですね。そう、12月ですか、うん、早いです ね、 ねクリスマスですね。そうですね。いきなりクリスマスはちょっともう番宣が過ぎないですか。いやでももう気持ちは12月1日からどんどんクリスマスに近づいていくなっていう。ちょっと待って、12月になったら、うん、まず「ああ今年終わりますね」でいきません、うん、まず普通、うんうんうん、それよりクリスマス朗読会の話もうしたいがすごいねバレた。ちょっとそんなドイツ並みにクリスマスは楽しみにはしてないそうでしたね、むしろイベントを告知したい、します。というのは、まあ、朗読会っていうのは私初めて出るんですよ。あれ初めてだっけ。そうです、僕朗読会今まであのトークライブは出させてもらったことあるんですけど、うん、とあの朗読会はお手伝いしかないので、うん、ちょっとワクワクしてるんですよね。どうしよう、長岡アナの朗読これです。ドキドキ、嬉しいいや練習してる。めちゃめちゃしてる。あ、そう、聞いてくれたじゃないですか一回僕のね。あのね、これ本当になかなかですよ、はい、皆さん。嬉しい。これはね、うん、ただもう美香さんは全員褒めますだからあの僕たちね今回出るのが、はい、美香さんから、はい、始まりまして、宮部アナ、はい、夏目みなみアナ、はい、そしてあのニューフェイス加藤愛アナ。そうなんです。なのでお話ししたのが、うん、あの夏目アナウンサーと加藤アナウンサーなんですけど、はい、あのとりあえずまず美香さんに聞いてもらい自信を持ったってそういう今状態ですとりあえず僕も今回ですねちょっと長いんですよ私。そう、20分ぐらいの作品になりますので、うん、結構どうかな、もっと構成合わせ言われるのかなと思ったら読み終わった瞬間に美香さんが最高って言ってくれたので、よしいけると。皆さん大好きな有名作家の伊坂幸太郎さんなんですけど、はい、これなんですよ、長岡幸太郎かなって。ありがとうございます意味があんまりわからなかった美香さん、ね、ちょっと何それ、ラジオの長岡を聞いてるようなその通りトークのような朗読になってます。ちょっと僕はね、うん、人物劇みたいな感じにしていますので、そうそうそう、朗読演技みたいなところをちょっと一つね、うん、で美香さんはどうなんですか、はい、私はもうしっかりと重松清さんの作品をまあほとんど読んでいくという、ね、全く違う作りなんですよ。あの美香さんのやつを私もらいましてね、うん、あの朗読したやつを、うん、であの家で聞きましたけど、はい、非常にいい、いい作品でしょ、ね、これもぜひ聞いてほしいんです。こんないいちょっとクリスマスの作品、通販感が出ちゃう、通販感が出ちゃう、こんなにいい作品が今なら2000円。本当そうよ。でもそうです、あのクリスマスの作品ってたくさんあるかと思ったら、はい、意外になくてね。そうです、そうです。でその探してるうちに、うん、まあ、こんなもんかなって諦めてたところで見つけたって、これですよ、皆さんに。結構みんなだからギリギリまで選んで、はい、ああでもないこうでもないで並びなんかも考えながらやりましたんで、うん、ちょっと自信ありますね我々としても、はい、これは見に来ていただきたい。ドキドキするのもあり、ほろっとさせるのもあり、そうそう、昔ながらのベストセラーもありと、うん、おっしゃる通りですね。だからあのどうですか、最近寝不足の方とかいいかもしれないですね。癒しがここにはありますから、眠くなったら寝てもいいですね。そうですね、ちょっと周りの方に迷惑かかんないように、いびきだけ我慢していただいたらあとはもうあの美しいピアノとフルートがうまいことかぶせますんで、ここよ、プロのアーティスト小島さんと西浜さん、はい、出ていただけますんで、これも聞きどころ、音楽とのコラボ、そういうことです、ね、ちょっと宣伝濃いめのたまり場お送りしましたけども、ね、はい、でももともと予定なかったもんね、のあの週末ね。あ、そうそうそう、21日土曜日、あ、21日土曜日なくないよ、俺あるよ、俺あれあのマジックプリンスのコンサート見に行きたいなと思ってたんですから。そうなの。そうよ、またまたそんな本当にただね、うん、やっぱり今日はこれを頑張りたいと思いますので、うん、ちょっと2019、はい、締めに素敵なイベント、皆さんぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと皆さん次回はもうちょっとフリートークしますよ、うん、ちょっと宣伝濃すぎるわ、そっかな